賤ヶ岳だけではなかった。知られざる姉川七本槍。戦国時代の七本槍といえば、豊臣秀吉配下の7人が奮戦した賤ヶ岳七本槍が有名ですよね。なんと姉川合戦にも七本槍と呼ばれた武将たちがいました。ところが今ではこの姉川七本槍は忘れ去られた存在になっています。なぜ彼らが知られざる姉川七本槍になってしまったのでしょう。その裏には7人のたどった悲しい運命があったようです。姉川の戦い。姉川合戦は1570年、織田信長が徳川家康と組んで敵対する朝倉義景、浅井長政と近江の国の姉川付近で一戦を挑んだ戦いです。この数ヶ月前、信長は越前の朝倉を攻めましたが、その際北近江の浅井長政から背後を襲われ、朝倉と浅井に挟み撃ちにされるという苦い体験をしています。信長は妹お市の夫として信用していた浅井長政の裏切りに大変怒り、リベンジに燃えます。また京都への道を確保するためにも、この一戦は負けられない戦いとなりました。天下第一の槍。いよいよ姉川の戦いが始まりました。最初は一進一退の戦いとなりましたが、織田徳川軍は勝利を収めます。特に小笠原長忠率いる高天神衆は姉川を渡って朝倉軍に突入して、その高天神衆の中でもひときわ目立ったのが渡辺金太夫。赤い唐笠に18もの金の短冊をぶら下げたド派手な旗差し物をつけた渡辺が朝倉軍相手に散々暴れ回りました。それを対岸から見ていた信長は、合戦に勝利すると金太夫に、あっぱれ天下一の槍だと褒めたたえ、感情と定宗の脇差しを与えます。するとそこへ、お待ちをと割って入ったのが金太夫と共に活躍した6人の武将たち。渡辺は堤にいたが、自分たちは先に進んでいたが畑にいたから気づいてもらえなかったのだ、不公平だ、金太夫は目立っただけだと大クレーム。今も昔もアピールは大切ですよね。それが命を懸けた戦いであればなおさらです。信長は慌てて6人にも感情を与えました。この6人とは、門名左近衛門、伊達与平、伏木久内、中山是比之助、吉原又兵衛、林平六。これに渡辺金太夫を加えて姉川の七本槍となりました。姉川合戦は賤ヶ岳合戦の13年前の合戦なので、こちらの方が早かったことになります。賤ヶ岳の戦いでは秀吉が、姉川では七本槍で北国を打ち崩した、こちらも七本槍を選び出せと家臣たちを激励したとも伝えられています。当時はすでに姉川の七本槍が有名で、秀吉も知っていたのかもしれませんね。消えた姉川七本槍。ところがこれほどの活躍をした7人の武将たちですが、今ではその存在を知る人がどれだけいるでしょうか。残念ながら歴史にもほとんどその名を残していないんです。賤ヶ岳の七本槍の加藤清正、福島正則など後に大大名にもなっているのとは大違いです。どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。そのヒントの一つが、江戸時代に描かれた姉川合戦図屏風に隠されていました。興味のある方は検索してみてください。この屏風には、赤い傘と金の短冊を揺らしながら敵と戦う渡辺金太夫、青い旗をつけた林平六、白い旗をつけた門名左近衛門ら七本槍の面々も描かれています。ところが屏風全体を見てみると、彼らの活躍は右上の隅の方に追いやられている感じがします。中央で目立っているのは本多忠勝、榊原康政といった家康の元からの家臣である三河武士たち。徳川家では江戸時代に盛んに姉川合戦の勝利を宣伝しましたが、
いつの間にか一番の活躍は三河武士にすり替わってしまい、七本槍の存在は脇に追いやられています。また江戸時代に作られた史書では姉川の戦いで全く七本槍のことには触れられていません。なぜ徳川家では信長からも激賞された七本槍の存在をかき消すようなことをしたのでしょうか。救援に来なかった徳川家康、その理由、それはこの7人のほとんどが後に徳川を裏切ってしまったからのようです。裏切りというと聞こえは悪いのですが、彼らにだって言い分はありました。小笠原氏の守る高天神将は武田方との国境の近くにあり、たびたび武田軍に攻められましたが、小笠原氏はこれをよく守っていました。しかし姉川合戦から4年後の1574年、武田信玄の子勝頼が大軍で攻め寄せ城を囲んでしまいます。小笠原氏は家康に援軍を頼みました。家康は分かったと言ってはくれたものの、待てど暮らせど姿を現さなかったのです。実は家康は単独で救援に行く自信がなく、信長からの援軍を待っていたのですが、その織田軍も余裕がなく援軍が遅れていたのです。1ヶ月間小笠原氏は頑張って籠城しましたが、援軍は現れず、とうとう城を持ちこたえるのが難しくなりました。小笠原氏は武田軍に城を明け渡すことに決めました。小笠原氏はもともと今川の家臣です。今川義元の死後、今川氏が衰退したため徳川家康に従ったにすぎません。小笠原氏にしてみれば、こういう時のために徳川の家臣になったのにと、援軍に来てくれなかった家康に怒りを覚えたでしょう。頼りがいのない主君だと見限り、そんな家康に命を懸けてまで義理立てする必要はないと投降することに決めました。ただし家臣たちには、それぞれ今後の身の振り方を決めよと各自に任せました。武田に従う者を東隊組、徳川に従う者を西隊組と言ったそうですが、ほとんどは東隊組を選んだようです。頼りにならない徳川氏を見限り、武勇にとどろいた武田氏を好ましく思うのは当然ですよね。そして七本槍の面々も門名を除いて東隊組を選びました。こうして6人は武田氏に投降しました。そう、この瞬間6人は徳川氏にとっては裏切り者になったのでした。徳川方にとってこの6人は姉川合戦の英雄から一転、好ましからぬ人物になりました。そのため江戸時代になって姉川合戦を徳川の輝かしい戦いとして宣伝する中、七本槍の存在は邪魔になりました。とはいえ、屏風絵では七本槍の存在を全く無視できなかったのか、三河武士の引き立て役として描き入れたのでしょう。こうやって七本槍の存在は徳川方によって脇に追いやられ、知られざる存在になっていったのです。その後も運命に翻弄された7人、7人が忘れ去られたのはその後の彼らの辿った運命も原因だったでしょう。6人は武田家の家臣になり、足軽大将などを務めましたが、その後もどうやら運命に翻弄され続けたらしいのです。武田家も6人にとっては永住の場所にはなりませんでした。わずか8年後に武田は織田に攻め立てられ滅ぼされてしまいます。この時渡辺金太夫は武田勝頼の弟西名盛信が守る高遠城にいました。金太夫は副将格だったようです。城から兵の脱走が相次ぐ中、元徳川に仕えていた金太夫も逃げるのではないかと周囲から疑われます。しかし金太夫は自分に双心はないと忠誠を誓い、感謝した森信から脇差しを与えられています。落城の日、金太夫はその忠誠心をここぞとばかりに見せつけます。織田方の軍勢が城へ攻め寄せる中、一城三尺、約4メートルもある大槍を散々振るって奮闘して討ち死にしたのだとか。信長から天下一の槍と絶賛された武将らしい壮絶な最後でした。
林平六はその2年前に武田勝頼の無茶な戦いのせいで戦死してしまいました。一方で武田滅亡後も生き延びたのが伊達与平と中山是比之助です。伊達与平は武田に仕えた当初、遠江に100貫分の所領を与えられ、後に駿河区富士郡に移りました。武田が滅びた後は相模北条氏に仕えますが、その北条氏も滅びた後は家康の子で越前の結城秀康に拾われ800石で仕えたそう。この結城氏も後に滅び、与平の子孫は津山美作藩士になりました。中山是比之助も武田氏滅亡後は北条氏に仕えましたが、その滅亡後は浪人しています。ほとんどその消息がわからないのが伏木久内と吉原又兵衛です。二人とも武田氏に仕えた後どうなったのか分かりません。武田の滅亡前に亡くなったのか、武田と共に運命を共にしたのか、それとも生き残ったのか、このように裏切った6人は戦死したり、何度も主家を転々としたりと運命に翻弄され続け、歴史の中へ埋もれていきました。7人のうち唯一徳川家についた門名は以後も徳川方一筋。越前松平家や駿河大納言忠長、家康の孫に仕え天寿を全うしました。ただ700石取りで大名ではないですし、歴史に名を残したとも言えません。七本槍の生き残りとしては寂しい限りです。このように彼らの後半生は決して恵まれたものではありませんでした。しかしそれでも姉川合戦では天下第一の槍と謳われた勇猛な武将たちであったことだけは確かです。